昨日雨が降る中で行われた富岡町の葉山の火祭り。豊作や家内安全を祈る祭りで、長さおよそ2メートル、重いもので30キロにもなる巨大な松明を担いで山を登ります。緊張した表情で出発の時を待つのは、小学4年の三平健人さん。今年初めて参加します。お兄ちゃんとお父さんがやってたので、僕もやることになったのでやりました。いや、結構緊張します。兄の修介さんは今回で3回目。松明の持ち方などアドバイスをもらいながら、一緒に山頂を目指します。お兄ちゃんも登ったので、僕も登れるように頑張りたいって気持ちで登りたいです。いよいよ出発の時。新型コロナの影響で4年ぶりの開催となった今年は25人が参加。先導先導の掛け声とともに、標高230メートルの山頂を目指します。健人さんも身長より長い松明を持ち、前を進む修介さんの背中を追います。大きな松明を担ぐ危険と隣り合わせの火祭り。雨でぬかるんだ道を一歩ずつ進んでいきます。やけどしても必ず登り切ることしか考えてなかったです。健人さんも無事に山頂へ到着。